はい、ホワイトベース館内放送ですね。今日はちょっといっぱい動画を撮って喋ってるので手短なんですけども、今回ですね、ちょっとお話しさせていただきたいのが、逆者とは何か、ということですね。普段から僕も実を言うと結構疑問だったんです。逆者とは何か、逆襲の者という意味です。はい、おしまい。あ、じゃないですよ。逆者とは何か、なんで僕は疑問に思ってたかっていうと、まあ、よく私も売る側なんで、逆者ですよ、フルパワーですよっていうのを売り文句にすることがあります。はい、実際あります。ただ車台番号思い浮かべてほしいんですけども、例えば、ZXT なんとか D とか、SC36 とか、そういう番号がついている SC36- なんとかかんとかですね、そういうのは日本国内で作られたものなんです。はい、でも、海外工場で作られる日本車もあるんです。アメリカとかカナダとかで作られるの工場で作られるものもあるんです。そういう時はJH なんとかとかですね、すごく長い車台番になるんですね。車台番号ですね、はい、になるわけなんですよ。でもちろん、他の国で、例えばイタリアで作ると、ZPM なんとかとかですね、なっていくわけなんですけども、この中にですね、逆車と呼ばれているものの中には、日本国内で作ったものと海外工場で作ったもの両方あるんです。でも海外工場で作ったものでも逆車とは呼ばないものも存在します。わかります？例えば今日本国内で発売されている PCX とか、グロムとか、あとシグナスとか、ああいうのっていうのはおおむね台湾とかで作ってるんですよ。で台湾から入れてる。でもね、あの辺のバイクをやスクーターを逆車って言いますか？言わない。言わないんです。でも ZDM なんとかとかですね、要は日本国内で作ったものを一回輸出して入れたもの、逆車って言うんです。もちろん海外で生産した忍者とかですね、そういうのを輸入すると逆車って言うんです、ね、これなんででしょうか。逆車っていうのは、まあ逆輸入、要するに国外の、レギュレーションに合わせて輸出向けに作られた車両全般を一度輸出してもう一回輸入したもの、これを逆車と言います。はい、だから日本国内で作ったものであっても逆車なんですよ。わかります？逆輸入車、日本国内で作ってて、でまあ本当に輸出物をね、出してまた入れてきてるかわかんないですよ。書類だけかもしれないですよ。であっても逆車になるんですね。もちろん日本国内で作ってて、海外仕様、輸出仕様っていうものもあります。わかります？国内仕様と国外仕様、これ VTR1000F である。国内仕様のモデル、海外仕様のモデル、何が違うか、メーターのスケールが違う。180までか280までか。でも両方ともシールは日本語で書いてあるんですよ。注意書きのシールとかあるんです。でそれが国内でそれがそのまま売られたとしても逆車って扱いになるんですよ。これすごくないですか、この言い方。じゃあ逆に、さっきも言ったように、日本向けのものを海外で作って、それを日本に入れて日本で発売したら何と呼ぶか、これ逆車とも輸入車とも言わないんです。国外生産をした日本車というんですよ。ジオン向けに輸出したものを連邦が仕入れることを逆車と呼ぶ。なわけないですよ。はい、まあそういうことなんです。だからすごい面白いと思ったのが、今週の仕入れで CBR600F があるんですね。これは刻印がですね、海外工場で生産された刻印なんです。これは
逆車なの、それとも国内仕向けで海外で作った国産車なの、日本車なの、うん、っていうのがわからない。 VTR1000F、 これは国内で作りました、輸出仕様ですと。ということは逆車と呼んでいいのかな、いいんです、いいんです。川崎のバイクは分かりやすいですよ。 GPZ1000 とかね、GPZ900R とか、あの辺は日本国内で売りたい仕様があった、でも日本国内じゃ無理だということで海外で作ったり海外に輸出モデルにしたりして、非常に馬力を強くした。 GGR もそうです。でそれをまた、国内で、逆輸入して販売をしましたと、VMAX とかもそうですね、はい、国内の馬力規制があったので V ブースト、せっかくの V ブーストが付けられないものしか売ることができなかった、うん、国内仕様だと。だから海外仕向けのもの、海外工場で作った海外仕向けのものをその百何十馬力っていうのを日本に逆輸入して売った、うん、っていうもので、メーカー保証があるかないかについてはそのメーカーそのものが逆車で販売しているものというのを、そのメーカーが販売しているかどうかなんですよ。例えば国外で売る専用のモデルとして作ったものをどっかの誰かが簡単に勝手にですね並行輸入してきて、ホンダです、ヤマハです、スズキです、川崎です、新車ですって売ってもメーカー保証はつかないんですね。でも海外の台湾ヤマハ、台湾ホンダとかに頼めば部品は取れる。でも国内のメーカーじゃ取れないんですよね。大体そういうですね、ご商売なさってるのが成川さんですとか、あとレッドバロンとかもやりますよね、あとは鳩屋さんとかですね、やってらっしゃいますけれども、非常に資本力が必要な商売なので、なかなか私が真似するということはできないですね。はい、まあそんなことがね、ありますけれども、でちなみにですね、このことについて、私自分で調べてみました。はい、ね、日本メーカーの現地生産者、うん、ですね。だからそれを日本メーカーの現地生産者、日本メーカーが日本で生産して日本向けに売ってるもの、これは全く別物。はい、日本のメーカーが作った現地生産者を日本に輸入して売ったら逆車と呼んでいいかって言ったら逆車と呼んでいっていい、呼んでもいい、うん、でもメーカーがそれを保証するか、メーカーから部品供給を受けられるかどうかって全く別問題っていうことになります。はい、こんなんでご理解いただけたのかな。うん、だから逆車を買おう、うん、逆車を買いたいなと思った時に注意すべきは、その逆車の部品が日本国内で手に入るかどうかっていうのは、国内モデルが販売されているものや逆車をメーカーが販売しているものに関しては部品が入ります。確実に部品が入ります。日本メーカーの現地仕様の現地向けのバイクをメーカー以外の会社、レッドバロンさんとか鳩屋さんとか成川商会さんとかが輸入したもの、輸入して国内で販売している新車に関してはメーカーから部品は取れません。レッドバロンさんや成川さんや鳩屋さんに頼まないと部品は取れません。普通の外車を輸入して売っているのと同じになります。はい、日本国内メーカー、日本の4メーカーが海外の工場で日本向けに作ったオートバイ、 PCX とかシグナスとか普通にメーカーが販売している日本製、日本製じゃないけども日本のものとして販売しているもの、これについては逆車ではないが、海外の生産品で日本で売られていて日本のメーカーが正規でやっているものなので部品が出るので保守ができますと、うん、こんな違いがあります。じゃあ皆さんが欲しいなと思ってる、オートバイ、これがどれに該当するのか、
うん、っていうのは、ご自身で調べてみるといいと思うんですけども、まあ、大体ですよ、大体中型以上の逆車と言われているものは日本で部品出ます、はい。で、小型以下で海外で作られているもの、海外仕向けで海外で売られているもの、まあ、ちょっと前まで GN125 なんかもそうでしたけども、そういうものについては国内で部品は出ません。例えばもうあと NSR125F とかですね、あとはなんだ、あの海外で作ってて日本に入れてきちゃったやつっていうと、あと思いつかないやすいませんね、あのそういうことです。まああのいろいろとややこしいとは思うんですけども、一通りですね、逆車とは何か、うん、について、話をしてみました。ちなみにですね、今この僕の T シャツにですね、あのこう点々と白いものがついてるんですよ。これね、これはあの日中ずっと外で洗車をしていたので、汗まみれになって乾いて、汗まみれになって乾いてを繰り返して、こうなりました。はい、これはですね、塩分だと思われます、はい、ということでございました。皆さんご清聴どうもありがとうございます。